はい、全国の梅雨に入り、その雨の多さに苛立ちを隠せない皆様、お待たせしました。はい、ということでね、本日はなんですけども、また夜スポットに来てしまいました。夜スポ？雨スポ？いつもね、最近ね、ここでの撮影が多いんですけど、っていうのも土日が雨ばっかりなんですよ。で、土日ほとんど滑れないんで、まあ滑るんだったら平日しかないっていうことで、まあ、平日仕事終わってね、まあ、夜スポに来ることが最近多くなってて、まあ、土日滑れないんで平日滑っちゃおうみたいな、そういう感じでね、結構このスポット来てますっていう感じですね。若宮そろそろ行き始めようとも思ってるんで、若宮の方でもね、またちょっと練習していきたいなっていう感じではありますっていう感じですということでね、本日はなんですけども、まあ、この夜スポでねやる練習、これはねバリアルフリップ怪我したバリアルフリップ再び練習してみた、これ撮っていこうと思いますっていうのもね、最近キックフリップの練習がようやく再開できるぐらいに足首が治ってきましたっていうところでね、まだちょっと恐怖心があるんですよ。で、あとバリアルフリップなんか習得したいなって思っちゃったんですよ。なんで、まあ、怪我しない程度に、怪我をまたやっちゃうといけないんで、ちょっと乗りに行けるかわかんないんですけど、とりあえずなんか回転がうまく回らないことがこの間は多かったんで、前足だけで、前足キャッチみたいな感じで回転をまず習得するっていうところで、まあ、あわよくば調子が良ければ乗りに行く感じでやっていこうかなっていう感じに思ってますという感じでね、まあ、まだついたばっかりなんでね、ここからアップしてバリアルフリップの撮影やっていこうと思います。それじゃあやっていきます。はい、ということでね、無駄に長い時間アップしてたらもう当たり真っ暗になっちゃったんですけど、バリアルフリップ練習やっていこうと思います。まず前足キャッチでやっていきます。とりあえず基礎のポンプとフリップやってたらなんですけど、ちょっとやりすぎました、疲れました。ようやく満を持してバリヒ、違うバリアフリップやってきます。前足でキャッチできてないっていう。
はい、ということでね、やってきたんですけども、もう本当前乗れたのが信じられない。全く乗れる気配がないっていう感じでしたね。どういうことなんですかね。もうなんか明らかに打ち切ってるんですよ。確実にもう右足はすぐ降りちゃうし、で前足キャッチでも右足すぐ降りちゃうし、だから重心がこうなってる、ずっとこういう感じ。肩を平行にしとかないといけないのにこうなっちゃってる。でさらにこのフリップの足にも持ってかれてる感じになっちゃってるんだと思います。っていう感じですね。結構長いことやったんですけど、で乗りに行くのも挑戦してみたんですけど、まあ、前足キャッチは少しずつ良くなっていったような気もするんですけど、もう乗りに行き始めると全部板が後ろに行っちゃう。トレもそうなんですけど、全部後ろに行っちゃって、何なんですかね、なんで後ろ行っちゃうんですかね。もうなんか分かんなくなってきちゃったんですけど。で後ろに行っちゃうとなんか怖いんですよ。その板が後ろに行っちゃうことで、そのノーズギリギリのところに前足が来て、そのままグリッチョっていう感じだったんで、この間がまたそれが起こるんじゃないのかなっていう感じに思っちゃうんで、ちょっと怖いんですよね。どうやったら板が前に来るのかすごい疑問なんですけど、結構疲れるまでやったんですけど全然ダメでした。というところでね、本日の動画は以上になります。まあまた練習ですね、練習してきます。ということでね、以上、本日の動画は以上になります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。マジで上達する気配すらないわ。